よろしくお願いします。じゃあ、今日は今からですね、紙の辞書の使い方について説明したいと思うんですけども、そもそも、皆さんは単語を覚えるときにですね、どんな辞書を使っているかって言ったら、ひょっとして、電子辞書を使ってないですか？使ってますよね。はい。だから単語がですね、いつまでたっても覚わらないんです。で、それってどういうことかっていうとですね、電子辞書っていうのは、電子辞書っていうのは誰のために作られた辞書かっていうとですね、そもそも英語をすでにこう習得した人、習得者のために作られた辞書なんですけども、じゃああなたは英語をすでに習得した人でしょうか？違いますよね。英語を習得した人っていうのは、例えば海外に留学しました、アメリカとかイギリスに留学しましたと。で、そこで学位を取ってきました、語彙のレベルでいったら、そうですね、1万5千とか2万語ぐらいもうすでに持ってますよっていう人が、まあ、分からない単語をこうペッペッペッっていうかですね、瞬時に調べることができるとても便利なツールです。ただ皆さんは習得者じゃなくてですね、まだ英語の学習者のはずなんですね。じゃあだって単語って今いくつ知ってますか？じゃあ中学校の3年間で習う英語の単語の数って知ってますか？知らないですね。これで大体ね、1000語ぐらいですね。じゃあ高校3年生、中学校と1000語。じゃあ高校で習う単語っていくつぐらいだと思いますか？だって3000ぐらいって言うんですけど、これもっと多くて、本当は6000とか、まあ、それ以上っていうふうに言われてます。なので、まあ、大学入試とかで本当に国公立とか難関次第とかありますので、もう7000とか8000とか、場合によっては1万語くらい覚えなくちゃいけないんですけど、まあ、皆さんはまだそういう学習者なんですよね。これから単語をどんどん増やしていかなくちゃいけない。なのでそういう人たちが使うべき辞書っていうのは、実はその紙の辞書なんです。そういう人たちのために作られたのが紙の辞書であって、で習得者のために作られたものが電子辞書なんで、もし皆さんが今電子辞書を使っているとしたら、これは全然レベルに合ってないツールを使ってるっていうことになります。はい、ここまでよろしいですか？はい、ですね。じゃあ次に何の話をしたいかというと、単語ってこうやっぱり皆さん記憶したいと思ってると思うんです。でそのために1日ね、10個20個とか1単語につき、そのじゃあ何回単語ですか？例えば10回とか20回とか30回とか、人によって違うと思うし、先生によってまたこういうことが違ったりすると思うんですけども、記憶っていうものが、どういうふうに仕組みになっているかっていうのを簡単にお話ししたいと思うんですけども、大きく2つに分けて、反復っていうのと、印象っていう2つの要素に分かれます。なので、例えばどういうことかっていうと、皆さんも例えばちっちゃい頃の思い出とかっていろいろ残ってると思います。今でも思い出すことってないですか？小学校とか幼稚園とかありますよね。でそれってどういうことを今でも長く覚えてるか、つまり長期記憶に残ってるかっていったら、多分そのすごい楽しかったとか、あるいはその悔しかったこと、怖かったこと、悲しかったこととか、すごく印象深い出来事って長く残ってますよね。逆にそうじゃない記憶っていうのは長期的に残りにくかったりとかします。でもう一つはこの反復なんですけども、例えば全然印象は深くはないんだけども、毎日見てたりとか、例えば毎日通るその通勤で通う道で見るその看板とかですね、に書いてあることって覚えたりとかしますよね。知らないうちにね。で、それが反復になります。で、この反復と印象っていうのがまず記憶においてすごく大事な2つの要素になります。で、これも実はその紙の辞書を使うことにすごく大きく関連してくることなので、ちょっと覚えておいてください。はい、ではいよいよですね、紙の辞書を使うとどういうメリットがあるのかっていうのを、今からちょっと話をしたいと思います。はい、じゃあ、紙の辞書絵をちょっと描きます。こんな感じになってます。で例えばこうスティックっていう、ね、単語を調べるとするじゃないですか。でこれが分かりませんでしたってなったら、皆さんは紙の辞書を引くときには当然まずそのこう分厚い辞書の中でこの S がどこにあるのかを探しますよね。で S が、あったと。で S がバッと開いたら、次に何を探すかといったら、当然 T がどこかというのを探しますよね。でその次に I、C、K って順番に探していきますと。
で、この作業をすることっていうのが実はこのスペルの確認にまずすごくなってるんですね。やっぱりすごく集中してこう手先を使って紙をめくっていく中で綴りっていうものを覚えていきますよと。で、こうスティックっていう単語を見つけました。で、そうするとここに意味として例えば名詞で棒とかそんな意味がスティックにはあります。で、次には棒っていう意味を使った例文が書いてあったりします。で、その次に例えば動詞で書いてあって、貼るとかつけるとかっていうようなあの意味が書いてあってまた例文が書いてあった。こんな感じになってます。じゃあ、皆さんにどうしてほしいかというと、こうまずスピックっていう単語を辞書で調べたら必ずその下に棒線、アンダーラインこうやって引いておいてほしいんです。これ意味のところも訳のところも引いておいてください。で、これで終わりです。で、あとここにですね、端っこのところに、いつ調べたか。2013年の、例えば2月8日に調べたら、その日付をちょろっと書いてる。で、これで終わりです。これで閉じちゃっていいです。え、じゃあそれで終わったのっていう話じゃないですか。まあでも、実際終わってないと思うんですけど、それでいいんです。で、なぜかっていうと、例えばこの単語が本当に重要な単語かどうかって、まあ今の時点ではわかんないですよね。なので、例えばこのスティックっていう単語を10回、20回、つまりその、必要のない単語を仮に反復して覚えていくって言ったらこれすごく効率が悪いじゃないですか。だからまず1回調べたら線を引いておくだけでいいです。ただもしこの単語がね重要な単語だとしたらまた絶対出てくるんですよね、どっかに。なのでまた忘れちゃった、調べましたってなったら、もう一回ねスティックっていう単語のスペルを調べた上で、アンダーラインが引いてあったってなったらこれってつまりどういう意味、2回目っていうことじゃないですか。そうですね。だから2回目に今自分は見てるんだってことが分かります。で、日付が書いてあるんで、例えばこれが3月14日だったら、あ、なんか1ヶ月ちょっと前に調べたんだっていうことはそこでまた思い出されますので、あ、そっか、1ヶ月ちょっと経ってまたすっかり忘れてたなっていうところが、まずこう自分に印象として残りますよね。で、そしたら2回引いた単語には、この必ず、波線をね、こうやって引いておいてほしいんです。いいですか？はい。で、また閉じてくださいと。じゃあ2回引いて、また閉じちゃった。じゃあこれで終わるのかって言ったら、まあ、多分終わらないかもしれないです。あるいはまあこれで2回目で終わる人もいるかもしれないですけども、仮に覚えてなかったとしたら、多分またスティックっていう単語をどっかで見たら、こう調べることになりますよね。で、多分3回目には、かすかに多分前に、ね、調べたってことを覚えてたりとかするんじゃないですか。で、どっかで調べた気がするなみたいな。でもちょっと悔しいなっていうこの印象ですか。これがさっきの反復と印象の印象の部分なんですけども、そう、なんか悔しい思いをしながらもう一回こう調べると。そしたら、こう波線がついてるってことは、僕はこの単語は今3回目を調べてるっていうことはここでわかります。例えば4月29日とかに、ね、なってます。つまり2ヶ月ちょっと、まあそうですね、2ヶ月半ぐらいの間に3回調べた単語になってると、ここでわかるわけですね。そしたらこの単語って結構頻度の高い単語のはずじゃないですか。だから今度は、意味と例文のところに丸をね、つけといてほしいんです。で、そうすると結構ごちゃ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 してくるんです。だから毎日皆さんが例えば どのぐらい単語を引くんですね、10個、20個、まあ、知らない単語が出てきたら、10回、20回単語を引いたら、こういうふうに線が引いてある単語がですね、いくつか辞書の中に増えていきます。で、これが10日、20日とか1ヶ月、2ヶ月とかだったら、これ何百個、何千個の線が引かれていくじゃないですか。で、その中に、3回引いた単語、1回引いた単語とか、これはまあ2回ですよね。あるいは一度も引いてない単語とか、これがすごくこう、何を意味しているかというと、その単語の自分にとっての重要度なんですよね。だってこの単語は自分にとってもしかしたら一度も引かなくても良かった単語なんで、この書く必要なのは絶対ないし、これは1回しか引かなかった単語、もしかしたらもう2回目以降は分かってたかもしれないですね。だから引かなかったのかもしれない。でもこの単語っていうのは3回引いてるんで、結構重要だし覚えられない単語だっていうのが印象として残ります。で、そのうち、この紙の辞書のいいところっていうのは、こう他の単語を調べてるときに、こう印がついてる単語がこうやって目にこう飛び込んでいく。で、これがまた反復効果になるんですよね。一瞬こう目に入ってきて、反復作用っていうのを印がついていることによって強調されるっていうメリットもあります。いいですか？はい、じゃあ最後ですね。じゃあ
3回引いたら、じゃあこの単語の意味って絶対覚えると思いますか？ここちょっとね、覚えるとは限らない。でもしかしたらこの単語って3回も引いてるので、自分にとっては覚えにくい単語かもしれないじゃないですか。だから、4回目っていうのもまたあり得るだろう。ただ、4回目ってどうなってるかというと、仮にこれをどっかでまた見てね、スティックをね。いやこう意味が思い出せないってなったら、多分もうスティックっていうのを引いたことも覚えてるし、意味もなんかどっかで見たことも覚えてるんですよね。だけど、もう、こう今言うことができないから、この悔しさってない、なくないですか。だからすごい悔しい、つまりそのものすごい強い印象がここでこう喚起されてですね、それとともに事象を引く。でそしたら、丸印までついてるんで、今度は4回目っていうことですね。だから4回引いた単語は、もうこうやってね、蛍光マーカーとかあるじゃないですか。あれでこうやってビーッとこうやって線を引いてほしいんです。で、そしたらもう紙とかももうブヨブヨになっちゃってですね、なんかそのうちなんか辞書の厚さも若干こうね、全体的に厚くなっちゃったりとかして、でところどころ破れちゃったりとか、ね、っていう風になるかもしれないですけど、それぐらいに辞書ってしてほしいんですよね。で、じゃあこうなった単語ってもうこのかなりやばい単語です。自分が全然覚えられない単語なんで、ぜひですね、こうなったらちょっと違う方法をとってほしいんです。4回引いた単語は今度 A4 の用紙を準備してください。そこにスティックってこうデカデカと書くんです。で、ここに意味を書きます。春とか。で、ここに例文っていうのを書きます。で、このセロハンテープで、うちのですね、毎日自分が見るところにペタッと貼ってください。で、そうすると朝起きて自分の例えば部屋のドアに貼ると毎朝必ず見ますよね。で、毎朝必ず、もうこれは反復ですよね。だから毎朝必ず見たら、このスティックっていう単語をこう口にしてほしいんです。スティック。意味は春くっつける、意味は例文はこねららこねららで、そのまま次のトイレに行くと。で、トイレに行って、トイレのドアにもなんか別の単語が貼ってあるからね、そこでまたブツブツブツ言いながらトイレに入ってこうしゃがみましたと。しゃがんだらここにも貼ってありますよね。で、またブツブツ言って、で隣でこうトイレットペーパーを取ろうとしたらここにも貼ってありますみたいなね、っていうような状態にして、毎日毎日反復をさせてやると。で、これ覚えようとしなくてもいいので、毎日ちゃんとこう言葉にして目にしたら発音をして、出して、それを繰り返すと。これをじゃあ3日も4日もやってたらですね、こういう単語って自然に終わっちゃうと思うんですよ。なので、その印象っていうのと反復っていうのを利用して、こう単語っていうのをどん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 増やしていってほしいんですよ。で、あなたが、そうですね、今から受験までが1年とかね、1年半とかだったら、例えば1日に10個、20個っていう単語を調べたらですね、じゃあ 1ヶ月、1年後とか1年半後には、おそらく何百、何千回ってなってると思うんで、ここに、こうやってね、貼る単語っていうのも、どん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 増えていって、で、自然と1年後には英語の博士になっていると思いますので、ぜひぜひ、この方法で単語を増やしていってください。はい、以上です。ありがとうございます。